数学図形。ちょっと悩んでしまう面積の両問です。では始めましょう。図のような AB イコール10センチ、AC イコール5センチである三角形 ABC があります。今角 A の二等分線上に AD イコール2センチとなる点 D を取り、 C と D を結んだところ、CD 対 BC イコール1対3となりました。この時三角形 ADC の面積を求めてください。では解説をします。 AD の延長線と BC の交点を E とすると、三角形 ABC の角の二等分線の定理より BE 対 EC イコール AB 対 AC イコール2対1、つまり三角形 CDE はCD イコール CE の二等辺三角形です。よって角 CDE イコール角 CED となり、角 ADC イコール角 AEB です。これにより三角形 AEB と三角形 ADC は相似となり、上のようになります。点 C から DE に垂線 CF を下ろすとき、 F は DE の中点となり、 DF の長さは 1cm。 ここで直角三角形 AFC は3対4対5型となるので、三角形 ADC の面積は上のようになり、4平方センチメートルとなります。